どうしようかな。次は公園ですね、行こう。スペさんがいいですね。大悟やり方わからん人は友達いません。2時から5時はないだろう。別にそんなのやりますよ。普通に10時からまで残ったこともあるし。な、怒られたけど。さあ、あと30秒です。ここでイベントが始まるよ。俺そんな暇だったから、生放送始めたんだろうなって今でも思うよ。ねえ、ほんと。楽しい、楽しい、生放送。これからもやっていきましょう、皆さん。よし。時間の有効活用だよ、これも。敵大奈良さん。大勢。さあ、公園でイベントが発生するのか。かかってこい。ちょっと待って。セーブしよう。よし。セーブしてから行こう。したっけ、さっき。はい、オッケー。今日も暇なしなんだよ。俺今日すげえ多忙じゃん。で、やっと帰ってきてすぐ生放送だよ。こんな、ね、生放送に意欲的な生の人は見たことないでしょ、皆さん。ね、このタイミングでセーブ危ないから、いける。よし。さあ、イベント発生。何が出てくる？あー、白い空。そして公園。いるのはカップル。いちゃ。なに？え、まさか？メルヘンさん？え？あいつか？僕が見るのは青い空。あ？あ？消えた。おおおお、わしも消えた。この怪人最強だろ。はっ。え？いた、メルヘンさん。狩猟の命令なんだ。ダークミーラさん。ごめんね。お前と戦いたくねえんだけどな。お前とは戦いたくないんだけど、ほんとこいつ。命令には従わなきゃいけない。そうだよな。頑張ろう。行きましょう。バーサスメルヘン怪人ダークミラー。勝ちます。こいつ倒してまだあるだろ、多分。よし、勝ったぞ。ミラーには攻撃コマンド入力。よし、潰せ。戦っとけばよかったね。あ、一個押せなかった。まあまあ、やるじゃん。痛い。ねえよ、必殺で勝つわ、どうせ。こいつ四角効くやつだわ。こいつ四角効くパターンだわ。四角以外全部食らったんじゃん。あ、ガードされた。ちょめんどくせえな、こいつ。いいさ、パンツ見た。何色？倒したら俺恨むの。やめろよ。お前たちが裏世界に行っちゃうだろ。お前たちを守るため俺は心を鬼にして敵をやっつけるよ。全ガード白履いてないよ、マジで。パンツ履いてないって、なんでなんでしょうね。見せたいんですかね、実を言うと。履いてない人って。よし、近く死ねよー。雑魚か、楽勝パンチだわ。はい、お前雑魚ないよ。じゃない、全部食らうよこいつ。はい、ザコス全くらい。神じゃねえか。攻略方法発見でーす。さあ、2秒しかない。さあ、完璧プッシュ。全部が押せ。×丸四角×。やおゆー。
正義ってなんだろう。いや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 。こいつの声。どこから持ってきた？リフレクトビーム。すごいなこいつ。声ワロトよ。はい、全部使いましょうね。ただし、外でサクサク倒すぜ、ゲットだぜ。やい、やい。よし、さよなら。終わりですよ。なんだなんとかんとか何なんてんだ、ちっぽけなソーダスーパースター。かっこいいこの歌。もう今日さ、一日中この歌口ずさんでたわね。ふぅー、直撃銀河消滅。曲いいよねこれ。大勝利ヒーローウィン。頭に残るね、俺の歌が頭にみんなリフレインしてると思いますけど。ごめんな、メルヘンさん。さよなら、DT タラマン。みんな、あー、ごめんよ。てんてんてん。ごめんな。仕方なかったんだよ。DT ダラマンもへこんでるよ、ほんと。これ後編へ続くパターンだな。わーい、帰ってきたよー。あ、みんな気づいてないぞ。帰ってきたこと。戻ってこれた？気づいとるか？た、助かった！あっ。90%！ すげえ！感謝された。それでは、トントン。ダークレディ。乗れ、DD ダラマン。どうすんだ？かくなる上は、何が起こるんや？え？何がある？次回多分最終回やな。今回最終回ちゃうわ。何？正義プリンセス。あ、お、知女さんですね。おお、いい知女。今街を見回ってきたわ。もう再生怪人はいないみたい。私とあなたが倒した頃の怪人も全部倒されていた。え？生身の人たちに怪人を倒せるわけがないさ。まさかナイトレイド？過去のヒーローですね。ナイトレイド。え？お前ダークソルジャーじゃなかったっけ？ダークソルジャー。いや、まさかね。とりあえず、一度ハッピーに戻って、これからの対策を立てよう。え、ゲネスの狩猟が、ナイトレイドだと思ったけど、ね、ダークブレードさん？あ、ダークブレード。ごめんなさい。ダークブレードがナイトレイドなのかな？わかんねえ。わかんない。わかったわ。さて、喫茶店ハッピーかな。そうか、光一が DT ダラマンだったんか。バレちゃったじゃねえか。最後にニット刑事にも本当のことを言っておきたかったんです。何？最後だって。敵の基地を探してそのまま乗り込みます。うん、わしも行くぞ。ゲネスの僕に鉄拳の一つでも食らわしてやるかの。ありがとう、ニッタ警部。刑事。だけど危険すぎます。今回は私たち二人に任せてください。目が綺麗。こいつはダメ。うむ、わかった。わしはこのハッピーで、みんなを守るとするわ。お願いします。ニッタ刑事。えへへ、よろしくね。任しとれ。
左も右も面白いな、こいつ。おっぱいたゆん。かもかも。マスターは正義プリンセスの初代を知ってるっぽいな。待ってくれ、カモ。ん？カモ。なんでもないかも。頑張ってくれ、カモ。あ、気をつけてな。待ち、あ、待ちじゃない。怪我しないでね。行ってきます。頑張ろう。行くぞ。一緒に行かないの？え？ダークサイドに染まったあいつをゲネスの狩猟を倒せるのはお前たちだけだかも、だけかも。まずは探索するの。なるほどな。深い。さて、主人公はゲネスの基地を探して歩き回る。なんだ？うん。ドラゴンじゃ、わしじゃ、ニータじゃ。何で喋ってんのお前。ニータ警部、記事どうしてこの通信を。アジャラから通信機を借りてんの。そんなことはどうでもいい。かっこいいポーズです。見つかったんじゃ、ゲネスのアジタが。どこですか？サダノ山のふもとの工事現場じゃ。そこが入り口になっとるらしいで。新田刑事、ありがとう。行こう。礼じゃったらわしの部下に言ってくれ。さて、ゲネスの基地が見つかった。乗り込んで全員ぶっ潰そうぜ。ゲネスの狩猟もいるみたい。暗黒面に住まったってなんだろうね。昔はヒーローだったとかよくわかんない。楽しみですね。新田が怪しいわけねえだろお前ら。さて、到着、工事現場。うおー、マジでお前か。戦うん、あと2分しかないね。なに？なんや？戦うん、マジか。時間ないだろお前。1分でやられんの。いくぜ。勝つぞこれぐらい。うまいね君。よし、頑張ってください。勝つわ。よし、潰せ。最終回だから1時間スペシャルとか。1時間スペシャルないでしょ。戦闘1分パターンですよこれ。はい。おおおお、え、ガードしすぎちゃうぞお前。こいつ強いぞ、マジで。マジ強いぞ。もう1分経ったよね、確実に。さすが幹部なだけあるぞ。マジ強いぞ。していくぜ。はい。四角バツバツ丸、四角四角バツ丸、四角バツ、余裕。結構早いぞ、でも時間。結構早く入力したつもりでも。あ、最後押せてないじゃん、俺。押せてないじゃん。あれ押せてないじゃん。おいおい。うるさい言われた。うるさい言われた。やばいやばい。うそ。どう倒すこれ。まずいって。まずいってこれ。普通にまずいんだけど。これ割とピンチなんだよ。結構強いぞ。多分わかんない。親だと思う。おかんかな。父親だな、わかんないや。2ずつダメージ与えられるの少ないぞ。まずいぞこれ。おや、一緒に喋ろうこのまま。近くだけ、近くはダメだな。近くはうまいことガードするこいつ。厳しいぞ。もう兄貴どうでもいいんだよ。近く丸々バッグ、近く丸々バッグ、近く丸く余裕。逃げるうまいね。おや、いたのがいるに決まってんだろ。いいナイフや。大体うるさい。ごめん。うるさくてごめんなさい。よし。今、この感じで喋っていこう。ちょっと、声低くなって、ちっちゃくなったからマイクに近づけるわ。息も感じられる、この距離。やったね、みんな。よし。鼻もじもじする。くっさじゃねえだろ、お前ら。喜ぶなよ。よし。実家に帰省中、今、間違ってない。手にしたのだ。完璧にして、ガードしろ。行くぜ。
マゴトラですよ、シャイ。ここ、多くないか？完璧プッシュ、完璧押せよ。はい。三角丸、三角バツ、怖いこれ。チャージングキック。ほチャージングキック！ただのハイキック。あ、これ、かかと押し、セット。なんだよ、お前ら。今、示し合わせたようにポーズしたぞ、お前。バカか。無駄アクションポーズですね。さあガードしよう。完璧プッシュじゃないよ。さて丸丸いらないアクション多くないか。ヒーローって決めポーズ大事だ。覚えてる。いいか。はい。よし。おいおい。さて一度だ。行こう。さっくりやってよ。完璧プッシュ。5ボタンマジむずいよ。お前ら。銀河を破壊する一撃。これ避けられなくてると避けられたこと一回もないからね。絶対当たります。しねえよ。突撃。銀河は消滅した。大丈夫。命中率 100% だもんな。半端ねえよなこれ推力。ヒーローウィン。痛そう、痛そうっていうかやばいだろう。銀河終わった、終わったわ。まだ生きてる。銀河より強い。ダークブレード。なぜ裏切ったのか。ダークブレード。なんだお前は。ゲネスのアジトは目の前だ。ん？ここから入るん、アジトに。急げ、DT ダラマン。Z 作戦がもう始まる。何 Z 作戦って。ドラゴンボール？うん、飛んでった。Z 作戦？なんだろう、Z 作戦って。はい、というわけで今日は第、8話か9話でした。最後の決戦という割に最後じゃなかったですね。さあ後編へ続く。はい、というわけで後編続きます。次回は明日多分最終回かな。最終回じゃないのかな、わかんないんで最終回でタイトルはつけませんね。正義の味方、楽しんでやっていきましょう。明日で終わるかな。明日で終わるから最終回かな。どうだろうな。最終回だよな。最終回タイトルでやるわ、明日。明日21時に、正義の味方最終回って感じで枠取っときますんで、暇な人はよかったら遊びに来てね。うん。これ終わったら取っとくわ、枠。さて、次回予告聞きましょう。これが本当の最後の戦いとなるのか。最終回、勝利をつかめ正義の味方。もちろん結果結末はあなたの努力、選択、活躍次第。次回最終回、正義をつかめ正義の味方。正義をつかめ、勝利をつかめ正義の味方。ん？ん？ゲシュタルト。行きましょう。あ、スクミズがいる。はい、ちょっとヒーローカードスクミズ気になったんで見に行きましょう。スクミズ、スクミズ、スクミズ。さよちゃん、体重は秘密。ちじょさん、ちじょさん、ちじょです。ちじょさん、ちじょさんはです。47キロです。軽い。ね。こんなヒーローになったりするんだね。ヒーローが変われば。ね、いろんなヒーローになれるよって、パターンですね。地上スタイルだけ言っちゃひどいだろう。ね。
よし、じゃあお便りチェックしましょう。視聴者からのお便りです。今日1話だけだよ。ゲネスってそんなに悪い奴らじゃないかも。ボンダンスとか見てるとついついそう思っちゃう。でも実際には街を爆破したりいろいろ悪いことしてるし、見た目だけじゃわかんないんだね。そうだね、人は見た目じゃないですよ皆さん、中身です。はい。近所の奥さんたちの間でも、ふーん、ディディダラマンが密かなブームになっています。やっぱり一番人気は光一くん。もちろん私もその一人です。そんな私に主人も複雑な思いを抱いてるようです。まあ主人はさゆちゃんのファンみたいなんで、お互い様ですけどね。さ、ねえ、どっちも若い子、可愛い子、イケメンが好きってことですね。誰もは。腐ってやがる。おぉ、ダークブレードの剣。かっこいい。剣にね、反射して映ってんの。駅前広場に転がるゲネソルジャーたちがとにかく圧巻でした。DT ダラマンってコミカル系のヒーローだと思ってましたが、怒らせると怖いのね。あのカメラマンと音声さん、テレゴースト専属のスタッフ、ゲネス総合劇というシリアスな展開の中、私の頭の中ではその疑問がぐるぐる渦巻いていた。おかげでそれ以外の展開についていけなかったよ。今回急展開だったもんな、ほんと。おー、おっぱいさん。死んだけどね。ダークレディ。ゲネスのね、女の人は嫌いなの。でもね、でもね、私はボンダンスは好きなの。だってね、あの、お祭り好きなんだもん。でもね、やっぱりね、ゲネスは嫌いなの。だって悪者だもん。ハッピー、さよ。絵がやばい。ダークレディの最後に正直ショックを隠せません。もう二度と彼女の高笑いを聞くことができないと思うと、正直飯も喉に通りません。おぉ今日の放送を見てて、鳥肌が立ったいました。ディディダラマンテはかっこよすぎです。どんな悪口言われても、自分の使命を忘れない、その姿、見習わなくちゃ。街のおまわりさんより、すげえ。半端ないな。さあ、視聴率チェックしていきましょう。視聴率です。さあ、今回、視聴率見ての通り、80% から 90% 超えまで、見事 10% 以上の上昇に成功しました。すごいぞ、ディディダラマン。毎回1話につき 10% 程度の上昇が落ち着いてますね、ほんと。ね。こんな感じで視聴率どんどん上げていきましょう。さて、次は、ね。視聴率の具合はこんな感じ。右肩上がりすごいよ。100% いけるかな。このペースだと100倍いくよな。100% の視聴率、いくのかどうか楽しみですね。よし、じゃあ皆さん、今日はこれで終わりにしましょう。お疲れ様でした。風雲 DT ダラマン、正義の味方でした。次回、最終回、勝利をつかめ、正義の味方。また、明日、21時に、お会いいたしましょう。皆さん、お疲れ様でした。おとと、またね。じゃあね。